静か千年桜。憎し、憎し、思い出せぬ。ここは暗くて。やつがこの総督の元凶か。邪気に取り込まれておるとは哀れな。せめてもの情けじゃ。我が深海流奥義で葬ってくれようぞ。柳生十兵衛 VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。許せぬ。この世がそなたが憎い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 。勝者
十兵衛。出直せ。私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。静か御前の浄化昇天により邪気は薄れ、日の本を覆い尽くさんとしていた彩花は今や完全に鎮静した様子であった。青く澄んだ空を見上げていた十兵衛は事の顛末の報告のため半蔵と別れ、一人江戸への帰路に着いた。老中松平定信は十兵衛の報告を聞き安堵の表情を見せた。しかし十兵衛は語気を強める。こたびの会議が残した混乱は未だ各地に根強く残っており、幕府にとっての戦いは始まったばかりであるのだと。危機に災禍、暴動、さまざまな艱難に見舞われながらも、それでも確実にこの国は前へと進んでいる。東の空から差す日に照らされながら、十兵衛は改めて思う。全ては天下太平の世を守るため、彼の戦いは未だ続いていくのである。